本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、ただもう少しね、気をつけながら行きましょうということで、部屋の中でできることタップダンスを配信しておりますということで、もうお分かりですね。行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さんタップ楽しんでますでしょうか。今日もね、皆さん方の貴重なお時間10分ちょっといただきますけども、一緒に楽しんでいただけたらなと思います。もう見るだけでも構いません。見て、あーすげー、こういう風になってんだとかですね、実際に一緒に見ながらやってみていただいて、あ、こうやったら音なるんだ、こうやってやるんだな、タップって面白いな、タップって素敵だなと思って興味持っていただければなと思います。そしてね、ぜひやりたいなと思ってやってほしいかなと思っております。本日も最後までよろしくお願いします。行きましょう。本日もおうちでタップチャレンジ、イエーイ。今日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップをやりまして、その次にそのステップの解説ですね、まあこういうことをやってますというところを解説させていただいて、その次に今日のワンポイントコツ、これ楽タップエンタメ専門用語ですからね、こうやったらうまくいきますよ、こういうとこ注意したらいいですよっていうところを説明させていただいて、最後に一緒に曲で踊っていけたらなと思います。それでは早速今日のステップいってみましょう。はい、せーの。こういうステップになります。今日はですね、もう見ての通りターンステップご紹介できたらなと思います。とは言ってもですね、こう実はこちらの動画バンと、はい、こちらの動画ですね、実はステップとしてはもうこちらに使ったね、シャーフルのこのちょっとね、一個ボールチェンジ入れて面白いリズムにしてるこちらのステップしか使ってません。あとはボールチェンジしか使ってませんので、ぜひね、一度こちらの動画を見てこちらの動画入ってくるとあっという間にできるようになっちゃうと思いますので、ぜひねこちら一回参考に見ていただけたらなと思います。すぐ見に行けるように概要欄の方にリンクも貼っておきますので、もしよかったら参考によろしくお願いします。とは言ってもね、今日ここから見ても必ずできるようになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは早速ステップの解説に行きたいと思います。今日ね、これも一方向しか出てきませんので、今日はターンですのでね、ぜひ反対のチャレンジしてみてくださいね。私今日左の足のステップから行かしてもらいます。ではまずやることだけいきます。で、今日はね、一度も多分ヒールつきません。今日は一度もヒールつかないので、ずっとヒールアップの状態でいきます。せーの、ステップシャーフルボールチェンジ、ステップシャーフルボールチェンジ、ボールチェンジ、ボールチェンジ、ここだけしかないですね。こんだけです。意外にやることこれだけですね。せーの、ステップシャーフルボールチェンジ、ステップシャーフルボールチェンジ、ステップ、せーの、タッタッタ、ステップシャーフルボールチェンジ、ボールチェンジ、せーの、ステップシャーフルボールチェンジ、ステップシャーフルボールチェンジ、ボールチェンジとなります。で、リズムとしてはもうずっとタタ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 になります。いきますね、5、6、せーの、タタ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 タ、ファイブ、シックス、セーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーエイト、ファイブ、シックス、セーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。やることとしてはね、こうなっちゃいますので多分大丈夫と思います。それではワンポイントコツに行きたいと思います。今日はやっぱ何が一番大変かっていうと、このステップをしながら回るっていうところに今日のステップの難しさと面白さがあります。回らずに踏むのと回って踏むのとでは、まだいつも言ってますけど全然違うステップに見えますので、なのでワンポイントコツはもう多分ターンの時にですね、もう多分いろんなこのターンのガッとステップ紹介してると思いますけども、その時必ず出てますよね、首をつける、首をつける、もうこれはターンの時は本当に大前提になってきますので、ぜひ首をつけるっていうことをまず一つ、首のつけ方のコツみたいなところはぜひこちらの方で確認してもらえたら嬉しいかなと思います。で、次、これ
分解としては左足バージョン、右足バージョン、まあ、あとは歩く歩く、まあ、歩く歩くはちょっと置いといたとして、要は3つステップの塊ありますよね。1個目、2個目、3個目。でまあこれ分けるってわけじゃないんですけども、このステップのターンをうまくするコツとしては、まず最初1個目でこれで半回転しちゃいます。ちょっとすみませんね、こっち、僕正面でやらせてもらいますので、この一つのステップで半回転します。次の足で半回転します。で最後ステップはその場所で踏むっていう、この表と裏だけを使うってことです。表と裏、表っていうふうに、この使い分けをするってことです。でちょっと誤解してほしくないのは、じゃあ首は裏と表つけるのかというと、首はやっぱり裏は向きません。ずっと表しか向きませんので、説明としては裏向いてと、そこでねちょっとだけ区別してやると意外にターンが楽になります。要はもうこれで1回転しないといけないのっていうよりも、半回転すればいいので、でね、これ結局首もさらについてうまくいくと、実は2周できちゃうんですよね。なのでもしやりながらね2周いけちゃうよっていう人は、ぜひ全然2周していただいて大丈夫です。ただその時もどういうやつかっていうと、はい、1個目で裏向きます、表向きます、1、まあ、これが一応ベースになります。体の向きとしてはですね。だけどこれが続けちゃうと、今みたいに綺麗にね半分半分ずつ回らなくても、その回る勢いで大丈夫です。大体ですねここまではいいんですけど、ここでもう結構回っちゃうので、ステップ踏み替える時には2周目に入ってると思います。なのでそこは今日このステップで1周もしくは2周、どちらでも大丈夫です。自分のやりやすい方で大丈夫で、シャーフのねこのターンに関しては、実はシャーフルの足は横です。これが回るからといってこうやって回さないってことです。もしくはこうやって回さないってことです。どうやって回ってるかっていうと、軸が回ってるってことです。わかります？わかります？わかりますか？最初左足踏んだ時にこれが軸ですよね。軸で回って、次軸が入れ替わって反対足、このイメージ持ってください。足でこうやって足で回るんではなくて、これ回るとすごく体勢も崩れて軸がずれてくるし、シャーフルの相当技術がないと鳴らせなくなってきますので、まずはやることはさっきも言ってましたけど、本当にこれだけです。これだけです。これをここにね、足元カメラを置いておくと、こうやって一緒に回しちゃうとずっとこの足しか見えないとか、これがこういう風にはならないってことですね。そこを心がけて、ワンポイントコツとして覚えてもらえたらなと思います。ということで練習いきましょう。5、6、せーの、パラララララ、パラララララ、ドンドン、パラララララ、パラララララ、ドンドン。よっしゃ、じゃあちょっと今度はこっち、僕こっち正面いきますね。はい、僕こっち、多分皆さんと画面見てたら皆さんと同じ横です。5、6、せーの、パラララララ、ピリララララ、パラララララ、パラララララ、5、6、せーの、パラララララ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 。はい、じゃあこっち正面いきましょうか。5、6、せーの、パラララララ、パラララ、ステップ自体は多分大丈夫と思いますので、あとはねそれにターンが加わることによってちょっといろいろ難しいことが出てきますけども、ぜひチャレンジしてみてください。それでは曲でいってみましょう。はい、じゃあ曲でいきたいと思います。はい、せーの、
いかがだったでしょうか。意外にね、その場で回るのって非常に難しいんですけども、その場で普通にやれば簡単にできるステップでもちょっと回るとね難しくもなりますけども、でもその代わりなんか全然違うステップに見えて面白くなってきますので、ぜひ回りながらのステップチャレンジしていただけたらなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。もしよければですね、ラクタップエンタメに参加というところでチャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie! バイバーイ。